負けた時の悔しさを忘れていないか。どうすれば試合に勝てるのか。自分の限界を決めていないか。それぞれがベストを尽くせているか。試合に出れなくてもチームのために何ができるのか。現状維持のままでいいのか。日本一を掲げるだけなら簡単だ。でも日本一は高すぎる目標じゃない。勝つためにやるべきことをやれているか。心を一つにチームのために戦おう。進んでいきましょう。よし、行くぞ。大学サッカーを驚かすビジョンはあるか。俺たちには何ができる。